胆管周辺の虫傷肝臓、右肝管、左肝管、総肝管、胆脳管、総胆管、胆オッっィ活躍筋、ファーター,ボーダ大部、水管、水臓、十二指腸解体新諸女図に記載された十二指腸十二指腸は、糸小腸をつなぐ消化管である。全体の形は、新市状で、長さは約25センチメートル。十二指腸の名は、 ターヘルアナトミアを解体新書として和訳刊行された際に新たに作られた医学用語の一つである。ラテン語では本来デュデナムディジェトレムと呼ばれていた。さらに遡るとギリシャ語デルタオメガデルタイプシロンカッパアルファデルタカッパタウイプシロンラムダニューから来ている。いずれにせよ、この名はこの部分の長さが指の幅の12倍ほどであることに由来する。大部分が 五腹膜に固定されており、可動性がない。なお、小腸の一部とする考え方もあり、その場合は、空腸と海腸と違い腸管膜に包まれないので、無腸管膜小腸と故障する場合もある。運動消化吸収腸液と消化管ホルモンの分泌が主な役割である。胃から送られてきた食物を、さらに消化し、空腸へ送る。十二指腸は、 水臓ともつながっており、水臓のハーター乳頭からトリプシンや肝モトリプシンなどの消化酵素を含む水液が分泌されて、タンパク質が分解された生成物であるポリペプチドをジペプチドなどに分解する。また、脂肪は単汁による乳化作用を受けて、水液リパーゼにより十二指腸部でグリセロール及び脂肪酸に分解される。なお、単汁を出す調節は、 ファーター入島の開口部にある、平な目筋のオッティ活躍筋が担っているが、このオッティ活躍筋に作用する消化管ホルモンのコレシストキニンは、十二指腸から分泌される。十二指腸から分泌されるエンテロキナーゼは、水液中のトリップシノーゲンを活性化し、トリップシンに転換する。著者、日本消化器内視鏡学会、消化器内視鏡技師制度審議会、 消化器内視鏡技師試験問題解説医学図書出版 420p ありがとうございます。